ライトが始まります。さあ、ユースのアンリミテッドエロバティックパイロット吉秀のプロスエアロバティック、つまりアクロバティックをご覧いただく方もいらっしゃると思います。初めての方は今から行うアクロバティックを、ね、今まで皆さんが少しやりきった気持ちが変わってしまうと思います。なんと動きが進んでこちらではインコマッサリ、さらにはバックストリップなどです。水際大飛行機をこうもう少しで目の当たりにできると思いますので楽しみにしてください。はい、離陸直後に注目してください。さあ皆さん、リップルスショーの始まりです。うわさあ皆さん、ここからの演技に注目です。お見逃しのないようにお願いします。はい、そしてアウトサイドのそうだぞ。あー、くるっと回ってハンマーヘッド、はい、見事に決まりました。振り上げたハンマーが落ちてくるように見えることからハンマーヘッドと命名。そしてナイフエッジです。さあ、今絶対そうですね、これはローイングターンという大技、上下左右に大変、まさに3ディメンションフライト、ローイングターン。そしてまた上に登ってこちらに戻ってきて、さあスモークを焚いて会場上空正面に戻ってくるぞ。さあ皆さん、機体を確認できますでしょうか。さあ機体、今翼を振って入ってくる。さあワンツー、次からも一緒に数えますよ。これはですね、コブラという大技、機体が瞬間的に垂直に向きました。世界でも数人しかできないと言われる大技です。見事に決まりました。さあ目が離せませんよ。どん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 いきますよ。皆さんよろしいですか。さあぐるっと回って、さあ機体は今アウトサイドという前の引きをかけてこちらに回ってきました。さあ地が上がったぞ。大丈夫か。はい、どんどん登っていってぐるぐる回ります。さあこれで青空ならさぞかし綺麗なのですが、まあ少し青空が出ております。スモークも青空が、左手で機体はロケットのように上昇。さあロールをしながら
コブラの連発ですね。車回ってくるぞ。止まってきた。そしてブラックした。皆さん見ましたか。大きなブラックしました。そして反対向きの宙返り、メイルスライドからアウトサイドの回復に行って、またここで機体が止まるぞ。はい、空中で静止した後機体がバックしました。はい、大変高度な技の連発、コンビネーション技です。さあ、ボロヤパイロットをずっと背面状態で頑張っているぞ。さあ、そしてまた会場正面に戻ってくる。おお、すごい。さあ、また垂直に上がっていって、今度は何をするか。さあ、ぐるぐる回って回って回って、止まっちゃったぞ。皆さん、飛行機がヘリコプターのように止まりました。いやー、すごいですね。これはトルクロールという技です。大変なウルトラシーの技ですね。ナイフエッジで皆さんにご挨拶。ただいまタッチダウンしました。着陸しました。 Welcome home。 さあ、素晴らしい演技ありがとうございました。とても気楽で、そして言われる通信から声をかけてください。安心やさに答えてくれます。さあ、どうぞ。